うん、ドギー青空さん、はい、どうも、こそパワフルなイメージだよね。そうね、パワフルね。でもドギーさんからしたらパワフルは義母の和子。まあ、和子さんはパワフルよね。87歳ですが、今は車椅子生活になってるけど、戦争で10歳の時に片足を失ってから80手前まで車の運転して甘くも遊びに行ってました。そんな和子のパワフルだったなって思うのが、虫を全然怖がらないってとこ。へえ。家の中に飛ぶ G を見つけると、近くに叩くやつがいないとすぐ素手で掴んだりパチリ返したりして地面に中軸叩きつけて殺した。すごいね。捕まえてパンって叩きつけるってゴキブリ効かなさそうだけどね、そういうの。そうね、叩きつけ方も素早くてかっこよかったよ。私は虫がどうしてもダメなので、マジでリスペクトやったっていう、笑顔の和子さんね。ビール飲んでる時の和子さんね。でね、そんなドギーさんは昨日から3泊4日で北海道に来てます。あー、そっかそっか。してその前日の土曜日にシューピーの女ヒカルにパパが、ヒカル明日から3泊北海道だから留守番よろしくなって言うと、ヒカル、え、あ、修二さんに伝えますねと返答。パパ、いやいや、ヒカルに行ってるんだし、お前ほぼ毎日うちにいるだろうって言い返したそうです。最近まで全然ヒカルと喋れなかったのに、今はもうパーパーも私みたいに遠慮なしでパワフルトークになってきてるのよ。なぜかというと、はい、はい、ヒカルは自分、ヒカルの家よりドギー家で寝るのが多いんです。週7のうち週6ドギー家で寝ますよ。見ない日がほぼなくて、いないとシューピーに行ってしまう言葉が、ドギー、あげだ、ヒカルは喧嘩したのか、もう別れたのかって心配するくらい口に言います。もうイチャリは朝礼です。続くって言うんですよ。これイチャリマチョーデーっていうのもあり、うん、まあ、イチャリマチョーデーの一番いい見本、A 版だね。もうそう近づくになっちゃうからね、うん、これイカルからしたらもうパワフルは絶対ドギーさんよ ね、うん、いや居心地いいと思うよ。僕も多分ですね、多分毎日行っちゃうかもしれない、うん、だってこうやって遠慮もしないでガンガン来てくれると嬉しいよね、本当ね、うん、いや